あともう、ナナとか、私がずっと泣いてたから。レイナさんが、私とマッシー、マッシーさん、私とナナの隣に座って、もう、慰めてくださいましたけど。どう？三宅さん。どうもありがとうございます。慰めてくださったのか分かんないけど。ありがとうございます。しかも2つも。ありがとう。今日来てくれてありがとうね。受付、嬉しかったです。ありがとうね。そうなんですよ。そう、もうみんな前座の人たちが前座のメンバーは、やっと出番が終わって先輩方のステージを見学っていうかモニターで見学して、で大体いつも本当最後の曲が始まったぐらいから椅子を片付けたりメイクを直したりして、で準備をするんですよ、見送りの。だから廊下の方にいたんですよみんな。けどマッシーさんの「ちょっと待った」が聞こえて、「いやー！」とか言いながら またモニターの方戻って、誰もありがとうございます。違うかもしれないとか言って現実逃避したんですけど、一瞬まあそうなるよ。いやー、そんないっぱい「だるまありがとうございます」。もうねー、ごめんなさい、喉鳴っちゃった。驚きもそうだし、涙が溢れてしばらくはずっと泣いてました。ああ、ダイさん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがたわー、ありがたわー、ありがとうございます。お そうですね、これからはありがたわって言っておこうと思います。みんなが言うから真似して。誰もありがとうございます。でもね、今日めっちゃ釣り目だな。もうやだ、どんどん先輩が卒業されて、もうどうしたらいいの？4期生ばっかりだよ。タワーは無理しない。うん、タワーはね、お姉のだから。泣きすぎたね。そうだよね、みんな。芸能界やのか。そう、もう芸能界もう引退で社会人とか言い始めたもん。ああ嫌だ嫌だとか言っても、みんなして涙してました。もうやだよ、行かないでよ。なんかみゆみゆさんもすごく泣いてた。でれいなさんが慰めてくださった時に、私の肩とか、体育座りしてたんですけど、太ももとかさすってくれて、またその優しさにも涙が ずっと泣いてる 泣き止んだ。なんかお見送りはなんとか頑張ったんですけど、やっぱり戻った瞬間からずっと泣いて、はい、
目線にさ、タワーありがとうございます、ありがとうわありがとうございます、亀仙人さんありがとう、ありがとうございます、本当に今日私が落ち込んでばっかりいるから、そう、ななみさんもね、てか私がずっと泣いたばっかりいるから、マッシーさんの方に近づいたらギューしてくださったし、それを見てななみさんもギューしてくださったし、余計涙が出ました。ねえ、マッシーさんのファンの方もさ、寂しいよね。そう、先輩がみんな皆さん本当になんか4期生のことも気にかけてくださって、4期生が永遠泣くから先輩方も泣けずにいたし、申し訳ない、うん、寂しい。6月末まであと2ヶ月もあるってマッシーさんもおっしゃってたけど、2ヶ月しかないんだと思う2ヶ月しかない、短すぎるし、あっという間だろうし、もうやだ、すぐですよ、そんな2ヶ月なんてもんは。ああ、なんか マジで一緒だよね、うん、おねえも泣いてた、めちゃめちゃ、うん、ねえマッシーさん大好きだから、そう、卒業までいっぱい話そうねって言ってくださって、話したいです、マッシーさん、写真撮る、公園かぶった日には、うん、撮らせていただきたい。ああもう本当にやだわ、どうしよう、メールにね載せるからね、卒業発表すごい、ん？日向さん？違うか、 DMM だ、なんかやっぱりさあもうなんか先輩方が卒業するばっかりでさ、なんか4期生ばっかりになって、大半がもう4期生じゃないですか、不安だし寂しいし、なんか、うん、どうなっちゃうんだろうって思います、うん、マッシーさん髪切ったんですけど、今日朝
マッシーさんの髪の毛、なんか短くなったような気もするなと思ったんですけど、髪型が変わったなとか髪の毛切ったな切ったのかなって思っても、聞いて違かったら恥ずかしいじゃないですか。あれ？じゃ例えばたかしとかに、え、ねえ前髪切った？かわいいとか言っても、あれ切ってないとか言われたらさ恥ずかしいじゃん。だからマッシーさんにもなんかちょっと短くなったような気もするなと思ったんだけど、言おうか迷ったのね。けどね、一応ってか聞いてみて、マッシーさん髪の毛っていう、ちょっとなんだろう、髪の毛ちょっと言い切らずに、髪の毛切りましたまで言うと恥ずかしいから、髪の毛みたいなこと言ったらそう切ったのとか言って、気づいてくれて嬉しいとか言ってくださって、こっちが嬉しくなっちゃった。予防線じゃなくて、聞き方をちょっとうまいことやって、髪の毛マシュさん髪の毛ってめっちゃ可愛かったよね、綺麗なボブになっててめちゃめちゃ可愛かった。似合ってたよね。そう、嬉しかったって言ってくださった、私が嬉しいみたいな。やるな。やる、できる女、ありがとう。あはあ、そうめちゃめちゃ似合ってた。あとななみさんのメイク、いつもと違うなと思って、ななみさんメイクとか言って、え、そうなの、いつもと違うとか言って、え、なんか変かなとか言われたから、めっちゃ可愛いっすねとか言って。そう、目元がなんかね、いつもより紫っぽいシャドウを使ってらっしゃるなと思って、で聞いたら日向さんと同じパレットを使ったっておっしゃってました。あ、日向さんもそういえば紫色のシャドウ使ってたなと思って、めっちゃ綺麗でした。いつもと違う感じのアンニュイなメイクな感じしました。めっちゃ似合ってて可愛かったです。美って感じ、美、めっちゃ美人っていう感じでした。アンナちゃんの前髪に気づいたのはたかし、あれ、アンちゃん前髪切ったとか言って、切ってないよって言ってみたりした最初は。嘘ついた。あー、レインボースターありがとうございます、キラキラありがとう。そう、できた後輩なんですよね、たかしは。レインボースタータワー並みじゃないのこれ。レインボースタータワーじゃん。ありがとう、ありがとうね。同期やって、年上、年上だね。ありがとうございます、皆さん本当に。無事お家に帰れましたか皆さんは。お疲れ様です。今日昼夜公演の受付ありがとう。そう、なんか今日はね、昼夜公演どっちも、あれ、さっきも受付担当したなって方が、夜も昼も来てくださって嬉しかった。わー、昼ぶりよ、昼ぶりとか言って。そう、たかしとの隣でも配信したし、そう、
家で見てる、うんうん、休んでねゆっくり、明日行きます、ね、わーい待ってます。うん、たまたま偶然に、うん、よくこっちに来てくれた。明日ヒルール、うん、楽しみ。夜もたかしてしまった。そうそう、あのそのままね、こうこうしてアンナちゃんがいるタイミング狙っていたけど、私隣だったね。まあ隣なだけいい感じ。明日は誰と受付かな。受付ありがとう。うん、自己紹介してくれてありがとう。お出迎え、じゃお見送りだったけど、今日お名前聞いたね。ありがとう。だるまありがとう。明日の昼も行く。わー楽しみ。次は私の受付来てくださいね。待ってます。はい、明日人数多いから、そう、明日は8人いるので15分かな、15分、今日よりは5分間短いんだけど、それでも15分もあるからね。あのね、あの何番目かがさ、行ってみるまで分かんないからさ、それもあの運試しと思って、私を狙うというよりは来てみて、あ誰かなーってこうね、運試ししてみるっていうのもいいね。ショールーム、そう今日ね、ショールームの時間をあの受付やる前にあのチャットでお知らせして、で、あのそれを見てあの皆さんバレたみたい、この時間しかないなとか言って、あ、そうじゃん、ショールーム50分からするなら受付2番目じゃんとか言ってね。バレた、みんな考察してきたから、え、そんなこと考えたのと思って、狙って来てくれたね。そう、みんなね、考えてやってくれてるから。うん、ありがとうございました。一枠目にいないってことは聞いた。あら、仲間とのご協力もあるのね。明日は似合わせしないかな、どうかな、毎回真剣勝負。勝負なんだ、狙ってるんだ。そう、みんなそう考えてくれてるから。面白いね。もうあんなちゃんじゃーんって来てくれる方もいるけど、よし狙い通りみたいな顔で来てくれる方もいる。ね、明日何番目と何番目で誰とでしょうかね。知り合いが今アンナちゃんいるよって教えてくれたけど、おお、そんななんかやりとりを筒抜けじゃん。受付情報筒抜けじゃん。今日はジェノちゃん、そう今日は5人で、で3回分回さなきゃいけないから、6人いなかったからジュナが2回受付してくれました、ありがとう。ジュちゃん、そうジュちゃん2回だった、昼も夜も確か2回やってくれてありがとね。大変だったかな。でも空いてる時がさ、なんか
オフラインおしゃべり会みたいになるんだよね。なんかそこの辺黒板ら辺にいらっしゃるファンの方とかが全然あの受付空いてる時間帯もあるからさ、こうああほうほうへーとか言ってこうこれ越しに話したりして、なんかみんな空いてる時間帯いらっしゃるとめちゃめちゃ話すっていう。それでもいいんだ、えいいのかね、微妙なラインではあるけど、一応ねあの後ろに人が並んでなければちょこっとこうやって話したりしてそう絶対チューチューしてみたいね。なんかさどこまでがいいのか微妙なところがいっぱいあるからね。そうそう並んで結構混んできた並んでないの受付はテキパキやっていかないといけないんだけど、本当に今日閑散期みたいなアルビがあったからっていうのもあると思うんだけど、今日はね私の受付は結構ロビーにいらっしゃる方々がいっぱい話しかけてくれました。たかしとね一緒にねお話しして、刀剣っていいな刀剣はねちょっと時間がいつも長くなりますよね。あのなんだっけお金をお支払いする時間があるからね。ロビーから出るときそういってらっしゃいとか言ってうん、顔認証はねもう大慣れ、失礼しますって、もうねベテランよ顔認証ベテランよ。そうなんか最初はなんか認証できませんとかいうことがたびたびあったんですが最近はもう成功続きでベテランになってまいりました。あーだるまありがとうございます。手間取ってもいいね時間稼ぎ話したいから。そうですねあちょっと待ってほしいそれはできない、私はなんせプロだからね。シアター9時とかね、今日も特賞のうちわを1枚書かせていただきました。わーい。そう初めの頃は私も本当に皆さんとお話しする機会なんて今まで全然なかったし、でお見送りじゃないお出迎えシステムが私のいない時にできたものだったので、私のいない前座から始まったシステムだったのでえ今日からそんなものがあるのとか言って、確か青ちゃんだったかな、ペアの子にこうしてこうしてっていうの、あひろかだったっけな、そう教えてもらっていました。前が回してる隣のあんちゃんの特徴ね、聞いたそれ聞いたそうなんかそのロビーで話してらっしゃる時に、わあさっきあんなちゃんの特徴うちはギリギリであのなんか違う人が弾いちゃったんだよねみたいな、それはそれはと思ってね、一回し早ければ聞こえてたというか、もうバーン私にそう言ってあの言われたので、あらーちょちょちょって、また機会があればぜひ。昼夜めちゃめちゃいい席、えやったね、今日体感めちゃめちゃねピンク白がよく見えて嬉しかったです、うん、ありがとう。明日も回します、明日も回す、頑張ってください。私を弾いてくださったら、はい一生懸命
メッセージとサインを書きますから。はい、ピンクシロ、そう、体感めちゃめちゃいっぱいいらっしゃるな、嬉しいなと思って、お腹鳴っちゃったわー、ありがとうございます。だるま、今日ね、なんかショールームで見るとあんまりかもしれないけど、たかしにもメイクさんにも今日のメイクというか、メイク今日の顔を褒めていただいたんだ。なんかやっぱショールームで見ると私の顔ってあんまり可愛くないんだけど、はい、今日はメイクさんにも、メイクさんっていうかヘアメイクさんにも、たかしにも、ん、今日美女いいねって言っていただいた、ルンルンな日でした。そう、だからショールームは私あんまり漏れないんですけどはい、リアルだとさらに美女いい、うん、それはそう、絶対にそう。だからいつだったかのやつに、絶対会いに来てくださいって、写真よりも実物の方がいいので会いに来てほしいですってよく書いてました最近はみんななんかメールとかでもショールームとかでもよく見かけるなっていう名前の方が劇場に会いに来てくださるので、嬉しい気持ちフ今日も初めましての方が 2、3人、3、4人くらい、あ、くしゃみです、くらいいらっしゃって、そう、めちゃめちゃわーハッピーと思って嬉しかったです。次の髪色期待、うん、本当に本当に期待しててほしい。ビュートもベテラン、そう、最近ベテラン成功しかしてないあー、誰もありがとうですねなかなか劇場行けないか、メール返しね、よく返してくださって嬉しい。みんなメールは返すものですからね、私に積極的にメール返してくださると覚える速度も格段に上がりますし、そうですね、メールは返してください、楽しみに待ってます。人見知り、絶対に人見知り、絶対に人見知りです。あ、お前様ありがとう、キラキラ、レインボースターありがとう、できるだけ返して、うん、感じるね、そう思ってますわあ、返してくれてると思って頑張ります、お願いします。やっぱりメールの返信を楽しみに生きてると言っても過言、うん、過言とかなんで本当に嬉しいので、そう、お願いします。はい、あ、お腹がすごい、お腹がすごいなりました、いやだ、聞いてないことにしてくださいね。あ、誰もありがとう、すんごいお腹だった、ごめんね、ご飯食べてないからうん、めっちゃ聞こえた、いやだやめてください。タワーも来た、嘘でしょ、え、本当に、見つけられなかったかも、ごめんなさい、タワーじゃなかったいや、クマさんの I love you をくださったよね、ありがとうね、見てた、それはありがとう、ちゃんと食事してね、もち、配信終わったら爆食いします明日も前座があるのでエネルギーつけていきたいと思ってます。はい、飯じゃない、飯じゃない、ああ、ごめんなさい、なんかぐっちさん、タワーありがとう、ありがたわ、ありがとう、ごめんね、なんかごめんね、違う、
ごめんね、ありがとう、ありがたわ、ありがとう。いつ来れそうかな、次は。また会いたいよ。受付で待ってますありがたわ、ありがとね。そうですね、もう、え、もう55分だからそろそろ男女、もうちょっとか。おねだりみたいに、本当にそう、ごめんなさい、なんか違う違う、本当にごめんなさい、違うんです、違うんですよ。ありがとうございます。あと5分、そうね、今日は3時間できなくてごめんなさい。めちゃめちゃ短かったよね。1時間もできてないんじゃないかなと思うんだけど。そういえばお見送りでお姉にあの教えてあげましたまあカニも一応ね、カニもついてますからね。お姉と違って控え、やっぱりさ、もっと何だろうかな、パワーしないとみんなはなんか寂しい気持ちなの昼公演がね、ほんと20分ぐらいしかできなかったと思うんです。ごめんね、多分明日はもうちょっとできたらいいなと思ってます。はい、なんかそうだね、できる時間を探してはいるんですけど、それは大丈夫です。そう、タワーはお姉がやるから、タワーが聞きたい方はお姉に投げていただき、お姉が喜ぶんじゃないかなと。私は本当ありがたわーでただひたすら感謝を伝えるだけになってしまうので、物足りないかとは思うんですが、本当に本当にいつも感謝してるので伝わってればいいなと。本当に感謝しています、毎日毎日本当にありがとうございます。見に来てくれるだけで嬉しいからね。さて、男女を読みたいと思います。超物足りてよかった。はい、13位ひやりげたさん、ありがとうございます。12位秋田のゆういちさん、ありがとうございます。11位陽平さん、ありがとうございます。10位のりさん、ありがとうございます。9位松葉さん、ありがとうございます。8位プラハさん、ありがとうございます。7位としさん、ありがとうございます。おお6位のあぱぱさん、ありがとうございます。5位まささん、ありがとうございます。4位亀仙人さん、ありがとうございます。3位大さん、ありがとうございます。2位日焼けさん、違う、2位ぐっちさん、ありがとうございます。ごめんなさい、間違えた。1位日焼けさん、ありがとうございます。ごめんなさい、ぐっちさんと日焼けさん間違えちゃった。目がどっこいどっこいで、ありがとうございました。本当にかね、今日はマッシーさんの卒業発表もあって皆さん心も疲れているかと思うのですがね、いっぱい寝て美味しいご飯をたくさん食べて、はい、明日も元気に頑張りましょう。ゆっくり休んでね、みんなもね、みんなも休んでね。はい、はい、いい返事だ。もやししか、もやしじゃちょっと、もやしの他にもなんかいろいろ食べてくださいエネルギーが必要ですからね、炭水化物とタンパク質取ってください。あ、もう59分って言って、近所のクソ食べ物やめてお腹壊しちゃうからやめて。はい、ありがとうございました。ななちゃんも美味しいもの食べますおやすみなさい、また明日ね。明日も前座待ってます。じゃあね、おやすみ、またね、ありがとうございました。じゃ